男女トラブルの宝庫、結婚式。何がそんなに気に入らないんだよ。わかんないの？許しませんよ。もうあなたってどうしてそうなの？あの人の奥さんの前で余興なんて。優秀な男性脳ほど女の機嫌を損ねてしまう。解決の鍵は脳科学にあったんです。それじゃあ女の機嫌は治りません。えざっくり言うと、男性は解決の、女性は共感の。感情を処理できないと冷静に解決へと向かえません。彼女の気持ちに寄り添い、感情の処理を手伝ってあげてください。はい、油。あなたと一緒にいる意味がわからない。この言葉の本当の意味は、私はずっと寂しかった。あなた着るのこっちでしょ。あのさ、私言ったよね。でも嫌です。あなたみたいな嫁、私はずっと。うるせえ。時間をしててやばいのは分かってます。でも今の奥さんの機嫌を直せるのは世界であなた一人だけです。寂しい思いなんて絶対にさせないから。脳の仕組みを知れば、大切な人ときっともっと分かり合える。見直した。女の機嫌の直し方。